うまんでいえというわけで本日はこちら地下鉄西早稲田駅都電荒川線面影橋から徒歩5、6分ぐらい、まぜそば印にやってまいりました。こちらなんでもね、台湾まぜそばのお店ということで、汁なし好きのブブブブキとしては期待できますね。果たしてどんなまぜそばいただけるんでしょうか。それでは今日も張り切って汁汁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 汁、いってみましょう。こちらがカレー台湾まぜそばです。瞬間ね、カレーのあのスパイスの香ばしい香りが広がって、いやこれマジでこれを目の前にして我慢できるやつがいんのかっていうぐらい、いやもうこれたまんないっすね。いやーこれ早く食べたい。うん、いいっすか食ってももう。え、まあダメ、いやもう食わしてくださいよ。はい、それでは早速いただきましょう。ご覧ください、こちらカレーをまとったね、中太の麺がもうぬらぬらと輝いてますよ。これなんだったらもうちょっとこれエロいんじゃないかなっていう雰囲気さえ漂ってますね。いただいてみましょう。うまっ。口に入れた瞬間、魚介系のカツオの風味みたいなのが広がるんですけど、後からカレーのスパイスとともに台湾まぜそば独特の辛さも広がって、いやこれマジでうまいですよ。うわーうまい。はい、それではこちらトッピングいたしました。厚切りチャーシューですね、いただきたいと思います。うわ、これちょっとね、これピリ辛のタレとこの豚の脂身のうまさが口の中で混ざり合ってですね、これはもう本当にですね、台湾まぜそばの具というよりかはもう本当にね、カレーのトッピング、すいません空振りしてしまいました。いただいてみましょう。うわすげえ、しっかりとチャーシューにも味が染みてて麺とよく合うわ。これトッピング増して正解でしたよ。はい、それではこちらまだまだ序盤ですけども、こちらの温玉崩して食べてやろうと思います。どうですかこれ、全てが混ざり合ってすごいっすよね。カレーのスパイシーな感じと温玉のマイルドな感じが口の中で混ざり合って、これは本当にうまい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 だうまいだうまいだ、おいおい、すいません、あまりのうまさに思わずアニマル浜口みたいになってしまいましたね。出ました、馬アニマル、馬にあるですね。
馬にある富士、これはうまい。ご飯ともよく合いますね。すいません、マヨネーズいただけますか。この感じで渡してもらえるって嬉しいですよね。こちらマヨネーズ入れてこうジャンクな感じにして食ってやろうと思ってますよ。うわ、これニンニクの香りが広がって、いやこれマジでうまそうっすね。終盤に差し掛かってきて不思議な現象、もううますぎて食べたくないっていう気になりますよ。なんでかっていうと、こう食べたらなくなっちゃうから。いやこれはうまい。すいません、追い飯をお願いします。こちら最後追い飯を加えてギトギトカレーチャーハンみたいな感じにしてね、食ってやろうと思ってます。もうこれがうまいんですよね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いいえ、ただ大好きなものを混ぜ合わせたら美味しくなるんじゃねえのみたいな、そういう安易な考えでこう混ぜたんじゃねえなみたいな、本当ちゃんと混ぜそばの美味しい部分も抑えておきながらちょカレーのスパイスで個性を出してくるみたいな、本当にど真ん中ストレートって感じがして、いやこれ久々に納得できるうまさっていうか、皆さんに自信を持っておすすめできるみたいな感じで、うまかったですね。というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。以上、こちら西早稲田混ぜそば印よりお送りいたしました。ごちそうさまでした。